デブルフセスタズツデルビー、またはブルッヘダービーは、ベルギー・フランデレン地域のブルッヘに、本拠地を置くクラブブルッヘと、サークルブルッヘが対戦するサッカーのローカルダービーの、ことである。両クラブは共に、ヤン・ブレーデル・スタディオンを、ホームスタジアムとしている。かつては、アントウェルペン、ブルッセル、リエージュにも競争力の高いサッカークラブが、複数存在したが、 都市内主要クラブの対抗馬となるクラブが解散したり、カブリーグに降格したため、これらの都市では現在はダービーが行われない。このため、プロリーグで都市内のダービーが行われる、ベルギーの都市はブルフヘのみである。1891年にブルフスヘ FC が設立され、1897年には FC ブルジョワを吸収して、FC ブルジョワに改名された。 1895年には、ブルフスヘ FC のメンバーの一部が離反して、ブラームスフ FC を設立し、ブラームスフ FC は1899年に、ラピド FC と合併してサークルブルフヘとなった。FC ブルジョワとサークルブルフヘの初対戦は1900から01シーズン、1900年11月4日に、サークルブルフヘのホームゲームで行われ、0から0の引き分けに終わっている。 同シーズンの FC ブルジョアのホームゲームも2から2の引き分けだったが3戦目となる1901年11月24日の試合でサークルブルハヘがダービー初勝利を挙げその試合から5連勝した。しかし1904年10月9日に FC ブルジョアが初勝利を挙げると第一次世界大戦後までは FC ブルジョアが圧倒的な成績を誇った。 1920年代から第二次世界大戦までは、サークルブルッヘが優勢であり、ダービー以外に目を向けてもファーストディビジョンで2回、ベルギーカップで1回優勝している。1970年代以降、クラブブルッヘは、ベルギーで最も大きな成功を収めるクラブの一つであり、ファーストディビジョンで12回、ベルギーカップで10回優勝している。 一方のサークルはベルギーカップで3回優勝しているのみであるため今やクラブブルフヘのファンはサークルブルフヘではなく RSC、アンデルレヒトを最大のライバルとみなしている。1981年のダービーはクラブブルフヘが8から1で圧勝し1991年のダービーでは10から0で圧勝した。クラブブルフヘとサークルブルフヘは同じアンブレーデルスタディオンを ホームスタジアムとしているが、1試合平均観客数には2.5倍から3倍の差がある。クラブブルッヘは、スタンダールリエージュや RSC アンデルレヒトと並んで、リーグ最高クラスの観客を集めるのに対して、サークルブルッヘの観客数はリーグ中位にとどまっている。カッコ内は、リーグ内の観客数順位。いずれもレギュラーシーズンに限り、プレイオフの観客数は対象外としている。 ありがとうございます。